和歌山県道14号和歌山内田線は和歌山県和歌山市から道県木の川市に至る主要地報道に指定された県道である。元来は全線が国道24号であったが日車線であることや国鉄和歌山線と平面交差していることなどから激しい渋滞が発生していた。加えてタイの瀬交差点から船戸交差点の間は木の川南岸の堤防上を通るため 大雨等による木の川の水位上昇時には全面通行止めとなるほか、そもそもこの橋の立地が洪水の起きやすい場所とされるなど、幹線国道として脆弱であった。それらの問題点を解消するため、内田町国土から和歌山市出島間に岩出バイパス、和歌山バイパスが建設され、それらの開通をもって旧道は和歌山県に移管し、和歌山県道14号、 和歌山打ちた線となった。しかしながら岩出橋においては、主要地方道9号、10号、63号から車が合流するボトルネックであったため、和歌山バイパスの4車線化が完了した後においても、岩出橋は昼下がりの平主時でさえ渋滞気味という状態が続いた。これに対処するため、和歌山国体を機に4車線化、掛け替え工事が行われているが、 近隣住宅での出水などを招いた。その結果、出水被害のリスクの高い季節は工事休止とされ、工事は大幅に遅延することとなった。2018年7月17日岩手橋の新橋、利用開始、同11月29日4車線での供用開始。和歌山県道14号和歌山内田線和歌山市、岩出式の川市。ありがとうございます。